Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? Soul Black Guy, May. Neil Ugo. Soul vs. May.さあ行きましょう。ワンピー側が初代じゃねえや、ケイソルキーシャファーストは、ツーピー側ロイソルクビアメイとなっております。最後の1回戦、アークレボどうなんですかね。そうだね、チーム戦なんのかな。けどイズナード初の大会ね、タイトルですからシングルになりそうな気もしますけど、チーム戦楽しいですからね。どうしたどうした。さあ初代じゃねえ、ケイソル対ケビア・メイ。どうしたし、個人的にメイはすごい苦手なんですけども、初代先生はですね、あの味付けさんがホーム一緒ということで結構やって、いつもね勝ち逃げを狙ってるということで、熱い立ち回りをここでも見せていただけるようですね。どうした、さあここはリボルバー、メイ側のジャンプ攻撃の S も強いなって感じなんですけども、ボールとイルカを設置されてしまったら結構ねきついんですね。ソル側ただ結構メイ側もね、ソルの飛びがやはり他のギャラと同様に落としづらいということで、そこがけど、まあどっちもどっちですね。私にはまだわからない世界です。マイディマイハイからガンフレイム、キャンカノを詰め、デッドアングル 50% を使用して、回避。ハズレコンボもらったら危ないですからね。さあ、これ、武器だ。マイディ、E、E、E から、S、D、E から勝利点届けほしい。今非常にクガケロの2段目当てるのが難しいところです。あははなんと、黄色いもの見たことあるが、ただの紫だった。時間を稼ぐ。ケイソル、あとは逃げるだけ。なるほどね。こんなもん。デュア、キル、テンアップヒート。あーと、これはさすがに、カフェニール確定。立ち合いタイク。おいしい。ここは沿線下まで、つないでおきたい。俺の知ってる記憶だと沿線画っていうのは2段目当てた場合は受け身が取られてしまったような気がするんですけど、このメイの沿線画はね2段目でも1段でもダウンが取れてるイメージありますね。1段目は無理か。見て前ハイ、前ピーから固めていく。飛びを許さない前ピー前ハイの連携、2S前ハイか、非常に強いです。いるか、追い返すがジャンハイがさせてダメ足、大きい攻めジャンピーからさせません。ジャンハイS、ハイ、D、S、ハイから、沿線がダウンを奪って、昇竜拳。ジャイスが誘ってしまったが、ここは先端距離、立ち合いが当たらず、黄色になってしまう。ジャンピーから、画面端、前ハイに対して、スズラ、どんな当たり方だ、背中を撫でるように当たっていた。グラウンドバイブで突っ込んでくる。ドラインから、いや、ない。ガンフレッチャン2回、バースト読んで、勝ったのはケイソル。ガキだろうが知ったことか。相手見て喧嘩を見よう。Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? そろそろね、イグザードでもまとめ動画とかね出てくる頃なんじゃないかなってね期待してるんですけども、メガロドンさんなんか面白そうなのあったらお願いします。もちろんねたくさん挙げてもらってますからね、メガロドンさんには感謝ですね。さあソウル同キャラ戦、ワンピー側がケイソル、勝てばキーシャファーストワンコンさままで次の試合に使うことができます。初期ほどね、なんかこの手でやべえやべえみたいな感じでね楽しんでいた気はありますが、最近はもうなんかね何もかもかもまあいいかなみたいな感じで楽しめている感じするでね、ここら辺やはりギリギリだなって感じしますね。こちらだけちょっとかわいそうかなってやっぱみんな言ってますけどね。ちょっとで済めばいいのは、まあ、難しいことですからね。
さあ非常に攻撃的なペーソルの動きをさばいていったロイソル。ガメージさあしっかりガトリングハヤスラまでつないで一本戦車ロイソル。さあアンフレイント、さあここはホフニールでガウンダッシュ。おっとここは仕込み投げた返していく。ではフニールから画面中央カチケからリボルバーまで、そして画面中央決め上海からカチケヒット。ここの線からトリガーパフニール、マイキーからカチケハイザンキークラケロリボルバーまで。さあ橋の非常に強力な連携が始まりました。ロマキャンからこれはグランドバイカーで橋の、あこれ死ぬんじゃね。さあファフニールガンフレームの炎の中から歩いてくださる、かっこいい。あれも正面から見てみたいですね、家庭用データが見れるんでしょう。さあ足までから 3S スポンパン 2S まで。さあ大将は粘って大将戦まで参ります。やれやれだぜ。そして大将出てくるのはキーシャファーストノーディスプレイって名前になってるのかな。昨日のツイッターではですね、実はピアノをやっていることが、あ、やっていた時代があったというね裏話を聞かせていただきました。そもそもなんだかんだで11段同段戦となっております。さあ行きましょう、最初戦第1ラウンド。ノーディスプレイ、ノーライフにならないようにしっかり画面を見ていきたいところですね。さあ、B 番台の方は、4月試合終わって、あとは4、3の回と、4、3があるじゃない、ストレートですか、ストレートですね。はい、じゃあですね、平岡さんと山本ワールドさんはこうしたで終了となりますので、ご試合、もしくはね、応援もお願いいたします。はい、から D、ファフニール、はい、D、ファフニール、ガーケーテ、ボルワーまでガネフィー、ガーケーテから、マジー、さあ、ガンダッシュ、ボルワーからジャンピー、ファフニール、これ死ぬかな、ガンダッシュ、D、ガーケーロ、ボルワーまで、ファースト、クラケロの2段目が、なんか変な当たり方しまくってて、やばいですね。ああキーシャワースト本日はヤクルト7対0で負けてしまい、さらにハイパー4号の下になるまで食らってしまうというね最悪な状況、ね、光をパワーに変えてここは勝っていきたいところですが、うわーファウニールコロコロ転がって、あ、うわーファウニール来る、これはちょっと湯気が出てきたか。画面中央リボルバーから SKG ジャンプ系とこれに行きたいところ7。さあ追い込まれた展開キーショーファーストどうなる、返すか返すか何も出ない、あー死んだ、7復興しちゃうやばい、あーとどうなんのこれ、画面中やばい、ゲージがない、ゲージがない、首が伸びる、逃げる逃げる逃げる、遠くが出る、なかなかついていない、伸びる、2球あっ安い、あのドリルからさあ攻めるアークレモ、初代覇者が燃えちゃう、ドリルで返す、はいはい欲しい欲しい、体力返した、なんとかなんとかなっている。さあ走れる、体力が回復して、おファブリーで来る、危ない、逆転しているらしいぞ、どうなる、マイピー刺さって繋がんないよ、ダメやすい、危ないジャンプケーエース耐え切った中央心。さあやはり一度温まってからが本番のことは熱い、温まってかどうか知りませんが、ブラックが出てとにかくぐしゃぐしゃになっていく、さ
持ちを、クドルバ、ジャンケで追い返して、ドーニルはケースに当たらないが、一発キレイさせて、攻撃前で画面端。リバーサーでしてしまったが、メテオがあるので、もう一度画面端、ガンガン走って、マイピータイク、キー、ペーセ、ジャンケが発生しない、パスキルに殴られて、画面端。仕方ない、ジャンケヒットから足払いまで、うまい。これがピアノサバイ。あ、俺刺さった。おっと、ゲージを果たした。さあ、今度当てて展開で、ジャンプハイスラまで粘りに粘った守護神が勝利です。おめでとうございます。3対2。3対2じゃん、2対1です。サンシャイン。ではですね、2回戦で、ね、A 番台は2回戦に入っていきまして、B 番台は今負けてしまいました。クビアさん、ロイさんのチームと、大阪さんと俺のチームが、B 番台で敗者復活戦です。で、A 番台はですね、投げさん、渋さんのチームと、トルソ君、タカさんのチームが A 番台で行いますので、よろしくお願いします。ちょっとじゃあ実況は、先輩、お願いいたします。あ、これ書いていきます。